そんなに本当の意味で、びっくりするようなことなくても構わない、まあ、もしそういうそれほど、本当にびっくりするようなことっていうのがこう次々と起きてくれればですね、それはそれでいいというか、そういうそれ自体も否定するつもりはないんですけれども、そうでなくても構わない、というふうには思っているわけです。で、まあ、最初にそのこの本が出たのが4月っていうふうに言ったんですけれども、まあ、驚くべきことをはいかにして起きるのかという言葉から問いから始まったこの本がですね、の作業をしていたのがまさに3月11日の以後のことだったんです。これ最初から4月に出ることは決まっていたんですけれども、3月11日の大震災があって、延期をするのかなと思ったんですが、延期にならず、まあ、かなり、混乱した状況の中で本作りをしたんですけれども、これは本当になんか取りようによってはちょっと冗談のように受け取られてしまいますけれども、驚くべきことはいかにして起きるのかという本がですね、出た時にはもう本当に驚くべきことが起きてしまっていまして、本当に、つまりよく言われた言い方で言いますと予想外の出来事が、想定外の出来事がですね、起きてしまった直後で、そういったその状況の中でなんか取りようによってはですね、とてもみみっちい驚くべきことの話をしているこの本が世に出るということが一体どうなんだろうなという気持ちもまあなくもなかったんですけれども、ただ、まあそういった状況の中で本が出たわけですし、僕の中ではその即興ということと、驚くということはかなりこう深いところで結びついているんですね。で、最初に、インプロのライブに行くと緊張感がどうしても起きてしまうという話をしましたけれども、これはまあ、この本の中にも書いてあることですが、もう単純にこう避けがたいことであるわけです。で、それは、やはりこう時間がどんどん流れているということと、演奏をする側も演奏を聴いている側も記憶というものが存在しているからですね。どうしても記憶というものの中である種のその参照というものが参照という行為が起きてしまって、たとえそのようなつもりでなかったとしても、今まさに起きていることが過去に起きたことと、どこかしらに通っているということが、まあ、起きるということなので、つまりこれは一度起きたことというのは反復されるということですね。一度起きたことは必ず反復されうるということだと思うわけです。で、それはもう避けがたいとすると、本当の問題はですね、つまり先ほどこう反復の方に逃げる論理でこの本は終わったと言いましたけども、反復の方に逃げないで、この問いを続けるためには、その一度起きたことが反復されるとすると、一度起きるということの一番最初に起きる時というのは一体どのようにして起きるのかということに、まあ、なってくると思うわけです。で、これはつまりさっきのその、即興というものの不可能性というものはにもかかわらず、我々はしばしば、皆さんもおそらく即興演奏をされる方はされている方がかなり多かったと思うんですけれども、ご経験があると思うんですけれども、本当にまさにですね、自分がやるつもりじゃなかったことをやってしまうということが演奏の現場の中では起きていると思うんですね。つまりこれはまたちょっとこう話がずれるというか広がりますけれども、僕は批評家という立場でいろんなジャンルについて批評しているんですが、あらゆるジャンルの、アーティストというかですね、表現者に関して、これはもしかしたらある種独特な考え方かもしれないんですけれども、僕独特の考え方かもしれませんが、思っていることがあってですね、それは、本当にすごい、表現者は、自分が何をしているのか本当言葉では分かってないっていうことなんですね。つまり、こうするつもりで、こうするつもりでできるということは、僕はなんかある意味ではなんていうんですかね、こうたかが知れているという言い方をしてしまうとちょっと強い言い方ですけども、というふうに思っていて、むしろ才能とかあるいは天才とかですね、そういった言葉はあまり使いたくないですけれども、あるいはそういう人じゃなくても人は、
何か、ある種のある何らかの表現行為、あるいはクリエーションを、あるいは単なる行為でもいいですけれども、をしているときに、自分がするつもりでなかったことを、不意にすることがあるんですね。その不意にすることがなぜ起きるのかというのは、いろんな理由があると思いますけれども、それは実際本当に起きているわけです。つまり即興演奏の現場でも、先ほど、寺内さん の耳の音楽でしたっけ、ね、耳の音楽の時にもですね、耳の音楽がとても面白いなと思ったのは、自分しか聞こえていないけれども、こう自分にとっていい音楽、自分にとって素晴らしい音楽、を、まあ、探すというような、行為をするということだったんですけれども、それは例えば自分の中でですね、こういう音楽を奏でたいとか、こういう音楽がいいなというものがあらかじめあって、でそれを、どういう指の動かし方を、どういう耳への触れ方をしたらなるかしらっていうふうに考えているということだけじゃないと思うんですね。むしろ指が耳に触れている、こうある意味では聞くということとも全く無関係な手の動きの中で、なんか突然鳴ってしまった音が、あれこれなんか気持ちいいなというか、あれこれちょっとなんか今までずっと 指で耳を動かしていたけれども、こんな音鳴ったことなかったなとか、そういうことが起きるということが面白いんだと思うんですね。そこでそのだからどっかでなんだろうな、その自分の中である種、エステティックな意味での音楽の理想形みたいなものがあって、でその理想形に一体どうやったら現実的具体的にたどり着くことができるのかという問いももちろん重要だと思うんですけれども、むしろ本当に面白いことというのはその後に、その先にあるんじゃないかなというふうに思っているわけです。つまり、なんですかね、マエストロ的な、インプロバイザー、まあ、イギリス人とかによく言いますけれども、はもうおそらく完璧に自分の楽器を、コントロールすることができていて、こういう音を出そうと思ったら、何でも出せてしまうというような、まあすごい演奏家、つまり演奏技術というレベルで見てもものすごい人っていうのがやっぱり多数いると思うんですけども、問題はどんな音でも自分が意図したものを出せるからすごいところじゃないんだと思うんですね。むしろそういった人であるからこそ、その先というか自分が、まあ、ある意味では反復再現することもできないようなことが突然できてしまうことがある、あるいはできるって言葉もちょっと強い言葉かもしれなくて、そういうことが起きてしまうことがあるということが僕にとってはとても面白いことなんですね。そういったことを、考えたいで、とするとそれが起きるときというのは、何かが今までなかったものが始まっている、まあ、ある意味ではこう新しい音楽も生まれている、新しい何か表現が、その場で突然生まれている、つまり生む気でやっているわけじゃなくても生まれる時があるということが、考えたいことなんですね。つまりこれは、音楽の始まりみたいな、ものであるわけです。音楽が突然生まれてくる、つまり、例えば、インプロビゼーションというのは、その時その場でやっている作曲であるっていう捉え方が あったりすると思います。で実際、例えば即興演奏の現場で演奏家は、普段に、その次の音、自分がその次に奏でる音というのをこうどこかから引き出しながら、ある意味では作曲をしているというふうにも言えると思うんですね。つまりそこで、なんかこう例えばそれこそ聴衆の反応も含めて、あるこう奇跡的なうまくいった瞬間があるとすると、そのうまくいった瞬間というものを反復することができないかなということを無意識的にも考えるということが起きてくる。そうするとそれはやっぱり一種の作曲みたいなものになってくるんだと思うんですね。つまりでこれを今言ったことを逆さまにするとですね、結局人は作曲をするときに、音楽を自分の中から作り上げるときに
何